MGP バンクバーオフィスのみちこです。ケイタです。今回は、うん、みちこさん今現役のお母さん、うん、娘さんが小学校に通われてるということで、はい、カナダの学校制度というか、うん、日本とは結構違うところもあると思うので、そういう話をで僕も結構知らないこと多いと思うので、うん、今なんかカナダのって言いましたけど、はい、多分州によっても全然違うしシティによっても違うんですよ。おあ、じゃ あ、 まあ今回はカナダの BC 州のバーナビーシティ この辺の、はい、っていう感じですけど、うん、じゃあまあ参考程度にっていう感じですかね。ね、はいはいはい、でまず義務教育っていうのは1年生グレード1からグレード12、はい、だから日本と一緒なんですよね。そのグレード12っていうのが終わるのが日本だとグレード9までですよね。義務教育は。お、高校は義務教育じゃないから。そうか、じゃあちょっと義務教育期間が長いってことですね、カナダの方が。そうね、てか無料で行ける。ああ、それいいですね。その効率だったら、うん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 、その1年生の前にキンダーガーテンっていうのがあるんですよ。はいはい、日本語に訳すと幼稚園になるのかなと思うんですけど、うん、辞書だとそうですね、うん、で5歳の子が行く。で大体小学校に付属であるんですね、教室が、はい、だから小学校に行ってキンダーガーテンのクラスに行くっていう感じなんですけど、はい、それは多分義務教育ではないっぽい。来ない子もいるってことですか。来なくてもいい、うんうんうん、でもそこでは結局小学校に入る準備をでもするわけですよね、うん、文字の読み方とか。そうですね、アルファベットとかもやってましたし、うん、ハロウィンだ、コンサートだ、うん、っていうイベントとかにももちろん準備して出ますし、はい、ちゃんとした、まあ、教育を受けてました、うんうん、でその K から12をどうやって分けるかなんですけど、うんうんうん、娘が言ってるバーナビーの公立のところではキンダーからグレード7までエレメンタリースクールっていうところに行きます、うんうん、でグレード8から12、はい、5年間はセカンダリーっていうところに行きます、うんうん、なるほど、うん、そうだからそこの呼び方も市によって変わりますですよね、うん、バンクーバーもバーナビーと一緒。ああ、なるほどなるほど。隣のポートムーディーとかだと、うんうん、キンダーから5年生ぐらいまでエレメンタリー、次はミドルスクール、うんうん、ハイスクー ル分かれてたり。はい、まあでもその分け方は一旦置いといて、うん、キンダーから12までっていうのは、うんうん、まあ、基本のとこも一緒ってことですよね。そう、なんかオンタリオでは前13まであったっていう話も聞いた。へえ、でも今12だと思うけど。はいはいはい、うん、なるほど。だからその12終わったら、まあ、専門学校なり大学短大なりっていう感じで分かれていく。そういうことです ね。でそのエレメンタリーと、うん、まあ、そのバーナビーでいうセカンダリーは、うん、校舎とかはさすがに分かれてるんですか。違います。あ、ですよね、うん、校区っていうのがあって、うんうん、高校に住んでるんだったらこの小学校、うんうん、あのセカンダリーもそういう風に分かれてはいるんですけど、セカンダリーになるとこのセカンダリーだとスポーツにちょっと特化してるから、こっちのセカンダリーに入れたいとか、うんうんうん、そういう人も出てくるみたいで。なるほどなるほど。そうすると越境じゃないですけど、うんうん、あの自分の校区じゃないところに通うっていうのもできるっぽいですね。で、あとその学年のスタートが9月からなんですよ、はい、で終わりが6月、うんうん、で7、8が夏休みみたいな感じになっていて、1月生まれから12月末までの生まれの子が一つの学年。あ、はいはいはい、日本みたいに4月1日までとかではなくて、うんうんうん、確かにそこは結構大きい違いですね、うん、まあだから日本とちょっと半年ぐらいずれてるから比較がなかなか難しいですけど、うんうんうん、まあざっくり言うと年齢的にやっぱりグレード1は1年生っていう風に対応してるって考えて OK ですよね、うん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 、ですね、うんうん、で学校に入る前、その5歳になる前とかは、はい、うちの娘はプリスクールっていう、それもよく聞きますよね、うん、のに入れてました。これも義務じゃないですし、はい、あの有料お金も払っていくんですけど、うんうん、おむつが取れてないとダメだった気がする確か。あ、はいはいはい、うん、でそれは、うちの娘は週に2回の午前中だけとか入れてましたね、うん、あともっとちっちゃい頃からも本当に0歳児1歳児を預かってくれるところもありはしますよね、うんうんうん、デイケアって呼んでるかな、うんうん、そうですね、それはもうあの働くお父さんお母さんのために行かせてたりっていうパターンが多いですよね。
うんうん、うちは結局入れなかったんですけど、あのキャンセル待ちみたいなのには入れてました。あ、本当ですか。生まれたらすぐ。あ、そう、でもそれすごい効きますよね。うん、で空きが出たよみたいなのが連絡来たのが1年後だったかな。お、なるほど、うん、まあじゃあ仕組みというかその骨組み的にはそんなとこですか、ね、そんなとこですかね。あとはビフォー&アフタースクールとか働いてる人たちのための、はい、その預かってくれる施設みたいなのがうちの学校の場合はその敷地内にあるので、うん、学校が始まる時間よりも前に勤務が始まるようなお父さんお母さんだったらもう早めに預けて、うん、で仕事行って仕事終わりも学校が終わるのが3時ぐらいなのでそれだと迎えに行けないっていう場合は、うん、アフタースクールケアのということで預けて、それは有料ですけど、はい、うん、多分日本で学童みたいな。あ、そうですね、やつですよね、うんうん、まあ、学童多分前はないと思いますけど、うんうん、そう、でもだから、まあ、その話でもそうですけど、うん、日本との大きな違いとして、うん、親が送り迎えするんですよね。あ、そうです。それがやっぱ大きいなと思うんですけど、うんうん、ある程度高学年とかになったら一人で来てる子もいますけど。あ、そうなんですね。え、じゃあ義務じゃないってことですか。そうなんですかね。うちは送り迎えしてますけどね、うん、なんかそのイメージだし、まあ、多分圧倒的大多数は送り迎えされてますよね、うんうんうん、あと授業とかで、なんか日本だと国語算数理科社会とかなんか言うじゃないですか、はあはあはあ、どういう科目があるんですかこっちの小学校だと。ありますよ。サイエンス、ソーシャルスタディーズ、マス、4年生ぐらいからフレンチっていうのがちょこっと入って、はい、リーディングライティングかな、まあ、英語のスペリングとかの授業もあるし、うん、あと体育、音楽、はい、あ、じゃあ、まあ科目的には日本とそんなに変わんないですかね。そうですよね、うんうんうん、音楽は音楽の先生が教えてくれてます、うちの場合は。で、体育も今のクラスは体育をやってくれる先生がいる。そうです。あ、じゃあその体育とか音楽以外は一人の先生がいくつか、担任の先生。あ、そこもじゃあ日本と一緒なんですね。います。へえ、うんうん、じゃあ本当にそのメインのクラスルームみたいなやつがあって、うん、そこから基本移動せずに。そうですね、体育音楽の時は音楽室、ジム。あ、僕それ知りませんでした、うん、こっちの学校って全部そういう先生の部屋にみんなで移動するんだと思ってたんですけど、うん、セカンダリーになるとそうだと思います。そういうことか。担任っていう感じのシステムではないと思います、はいはい、あ、そうなんですね、うんうん、であとフレンチイマージョンっていう、はい、フランス語をメインに受けるっていう学校だったり、うんうんうん、クラスだったり。うちの学校の場合は4年生からフレンチクラスっていうのがあるんですよ、うんうん、なので4年生になったら他の学校からそのフレンチイマージョン取りに来たりっていう。で、そうすると算数とかをフレンチで習うってことです、うんうん、そうじゃないですか。もう全然、うんうんうん、交流もないんですよ、そのクラスが全然違う。あ、そっかそっか、うん、だからまあコースみたいなイメージですかね。そうですね、うんうんうん、僕のカナディアンの友達一人そういう感じで、だから無事バイリンガルに育ってました、うんうんうん、あ、すごい、やっぱり。そう、でもなんかまあ結局やっぱカナダだと役所系だと両方喋れないととかあるから、そうですね、そういうの目指す子は取ってるんですかね。確かに、まあ、よくわかんないですけど、じゃあそれフレンチ取っても教えてあげられないので。あ、そうですよね。娘がやってるフランス語もすごい簡単な数字とか曜日とか、うん、まあでも習いはするんですね、うん、あとイベントとかどうですか。日本だと運動会とか、あ、なんかいろいろあるじゃないですか。はいはいはい、はい、そういうのありました。この間スポーツデーって言って、うん、なんか半分遊びみたいな、うん、あとはスケートに行ったりとか、学校からカナダっぽい、うん、であとこの間はねカヌー体験みたいなのが、へー、うん、あって、車出せる人いますかみたいな感じで、どこまで行くんですかカヌーに。カヌーはねリアーレイクっていう。あー、割と近い。じゃあ朝普通に登校して、うん、で12時になったら行ける人は車で学校まで行って何人か乗せてリアーレイクまで行って。それなんか学校がバスとか出してくれるわけじゃないですか。そういう時もあります。あ、あります。そうすると多分お金がちょこっとかかったりするのかな、うんうん、あとはプール。ああ、プール、学校にプールないですね。はいはいはい、うん、ないので、その水泳のレッスンっていうのは学校ではやんないんですよ、うん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 、だから結構習い事的な感じで行かせてる人は多いですね。うん、まあまあ日本でもあれですもんね、体育でみんなで水泳やるのってやっぱ島国で津波の危険が常にあるから、うん、そうなんだ。
そうだから泳げなきゃいけないっていうので組み込まれてるはずです。そもそもはうちの娘はちょこちょこ日本に帰った時に日本の小学校に入れてもらってるんですけど、はい、すね、給食までの間にお腹が空いちゃうって。あ、へえ、あ、そっか、なんか言ってましたね、おやつの時間が。そう、おやつが10時過ぎぐらいにスナックタイムみたいなリセスとかいう名目で、ちょっと長めの休憩時間があって、はい、でその時にお菓子食べるんですよね、うん、だから毎日お弁当とお菓子と持たせて行かせてます。そうだ、お弁当もちょっとあれかもですね、うん、給食システムはないってことです。ないですね。時々あのホットランチっていうのがあるんですよ、はい、ピザデーとか、あー、パスタデー、寿司デーとかいろいろあって、はい、注文したい人だけ注文する。あー、なるほどなるほど、うん、あ、それも楽しいですね、うん、結構高いんですけど、お、一部が学校のなんていうか PTA じゃないですけど、そういうところにお金が行くらしい。あ、でそれでスクールバス代を出したりだとか。なるほどなるほど。思うんですけど、うん、あと掃除。ああ、そっか、そうですね、うんうん、それはこっちはしなくていいので、はい、うん、やってくれる人がいるので、うんうんうん、放課後、まあ、その掃除のシステムは今結構評価されてるとかって聞きますけどね、日本のその学校。まあ、自分で使うところは自分でみたいなね、はい、うん、なんか聞くのは、うん、まあ、これは本当にもうピンポイントでこの辺の話だけになると思いますけど、うん、やっぱ BC 州ってその公立学校のレベルがすごい高いから、うん、私立行く人があんまりいないって言いますよね、うん、もう公立で十分いい教育が受けられる。なんかそれは聞いたことあります、うん、世界の中でも教育水準高い町トップいくつとかに BC 州って確か入ってて。そうなんだ。そうです、そうです、その割に感じ。本当ですか。まあ環境とかも含めてなのかもしれないですけど、そうだから小中高って普通にみんな公立行って、意外と私立行く人ってそんないないっていうイメージあります。いや、面白かったです、うん、まあ、じゃあまた娘さんがセカンダリー入ったら、ね、まあ、こんなんなんだっていうのもきっとあるかもしれないので、うん、あるかも。その時はまた数年後動画撮らせてください。はい、はい、ということで、まあ、カナダの主に小学校の仕組みですかねになりましたね、について、はい、話を聞いてみました。はい、はい、じゃあさようなら。